表。ア・リーグはオリオールズのヘンダーソンが受賞。メジャーリーグ機構は9日、日時間10日、2日から8日、同3日から9日期間の週間 MVP を発表。ナ・リーグはカイル・シュワーバー外野手、フィリーズ。ア・リーグはガナー・ヘンダーソン内野手、オリオールズが受賞した。今永翔太投手、カブスは候補者に名前が挙がったが、受賞はお預けとなった。今永は4日、同5日の4度コロチ、パイレーツ戦で7回無安打無失点と好投し、今季12勝目を挙げた。2回は西球、6回は味方の西失策で得点圏に走者を背負ったが切り抜け、7回95球、ストライク66球を投げて、無安打無失点。7奪三振西球でマウンドを降りた。球団2度目となる、系統ノーヒッターに貢献した。シュワーバーはナショナルズ時代の2021年6月以来2度目の受賞。同期間で打率462、26打数12安打、5塁打11打点、OPS 1.154 をマーク。3日、同4日の敵地、ブルージェイズ戦で1試合3塁打を放つと、翌4日、同5日にメジャー記録に並ぶ13目の先頭打者アーチをかけた。フルカウント編集部。